えー、こんにちは。今日もね Q&A に答えていこうと思うんですけども少年革命家のユタボンっていう YouTuber くんがいて13歳だそうですよ今日本一周旅行のなんかクラウドファンディングなんかをしてるそうですよねよくは知らないんですけどもでこのユタボンくんが行った先行った先で問題を起こしているまあこれはお父さんと一緒にいらしいんですけどもこれは何でなんでしょうかとかねこういう迷惑な人のお話放していいんでしょうかってことなんですけどもえっ、ー、と回答言うとね これ、いや、あなたが実際なんか迷惑かけられたんですかって話したんですよ。どっかで何かをやってる人なんて、ユタボンに限らず、いくらでもいるわけじゃないですか。で、たまたまユタボンくんが、YouTube 発信してるから分かるだけであって、一生懸命荒探しして、何かやらかすのを期待して見てるから、そういうところが目につくんだと思いますよね。あと逆にですね、この、幼い子が、まだね、小学校とか中学校の子が、その、問題を起こさないってことを考えられますかね。むしろ問題を起こすからどういういうに 育んんででいくかかっててこととが私たちに求められてるんじゃないかなと思うんですよ何も問題を起こさなくっていい子ちゃんを期待している最初から100点満点を期待している型にはめるような教育をしているとこういうふうな愚かな発想に落ちるんですけどもやっぱね、あのー、物心ついて男の子にしても女の子にしても3歳4歳5歳とか、ね、9歳10歳小学校上がって中学になるでしょそしたら窓ガラスの1つぐらいはねなんか悪し。 喧嘩ををしして鼻血を出させるしねなんか万引きしてなんか取っちゃったみたいなこともあると思うしなんかひどいことして女の子を泣かせるとかねなんか泥んこになってなんか叱られるとかいろいろあるんじゃないですかだからどうするってことを語りかけてあげればいいと思うんですよだからねこの13歳のユタボン君に100点満点を期待して何かちょっと何かやらかしたらねほら見ろこんなやつがいるからっていうふうにしかも自分には何の被害もないのに。 そんなことをねよくよくやってる暇があるよなと私の方が逆に思いますよね。いや相当人生が暇で豊かなんだったら他人の荒探ししてもいいんじゃないですかこう縁もゆかりもないお他人様のね芸能人でも何でもないでしょこの人。でしかも、まあ、今ねこ,のこうやって Q&A さった方が何歳か分かりませんけど少なくともこのユタボン君13歳よりもぶん年上なんじゃないですか。 <laughs> なんかね、13歳ぐらいのレベルに落として物を考えてあげるんだったらまだしもうーんなんか自分の常識にはめようとしてで、自分の個人的感情がムカつくからっていうのでなんかね、無理やり理由を作ってこんなね、Q&A にしなくてもいいんじゃないですかということで質問くださった方ちょっとね誰だとは言いませんけどメールアドレスぐらいしかわからないんで、うん、あなたの人格の方が悪いと思いますよあなたが問題だと思いますよどっちかっていうとなんでそんな。 人間になっっちゃったんでですすか <laughs>、うん、いや子供はは問題を起こすでしょそれはだから私たちが大きな気持ちで受け取ってあげないといけないしそもそも子供はは何で問題を起こすかっていうと私たちの背中を見てそういうふうにしてるんですよだから言ってみれば私たちのね生き方が悪かったんじゃないですかそういう背中を見て真似てるってことだと思えばいいんじゃないですか自分が何一つね悪いことをせずにここまで来てで豊かもポンポン軍みたいなのがね なんか気に入らなないのかかりますけども <laughs> なんかこうお互い様なんじゃないですかね特に小さいうちっていうのはね、うん、でちょっとねあの記事を読んでみたらなんかこうも書いてるんですよ、えーと「世間に見せられない微妙な行動は同世代の友達の前だけで親にしら見せないするものだし大勢の前に出る際には萎縮して無難なことしかできないの」って誰しもが感化したことでしょう。 ちょっとこれ意味がわかんないですね。さすがの私も。何言ってるんだと思います。で、飾らない姿を見られて、称賛されるなんてそう簡単にできることじゃないです。そして、実際にユダボンも全くできていないという、ただそれだけの話でしかありません。友達の前でやるような自由奔放な活動を万人に公開してやるんですから問題にならないわけがないでしょう。そう、ここですよ。私の言いたいのはね。あの、10歳とか12歳、このね、もう男の子が、女の子でもそうだけど、集まって、 45人で友達で内輪でねワイワイやればそれはねモラルに反したことをやるんですよこの子の年代のはモラルが分かんないんで法律も知らないんでね自分たちのやるようにやってでなんか行き過ぎた時には大人がごちんとやるから覚えていくんでしょ、うん、でその姿を、うん、大抵の子供たちは見られないところでやってるんですよ でも、ユタボン君はこれを動画で公開してるから目立つだけなんで、ユタボン君は別に特別なことでやってるわけじゃなくて、このぐらいの年代の子は同じようなことをしてるわけですよ。まあ、しない子もいますよ、いい子ちゃんも。いい子ちゃんが望みなんだったら、いい子ちゃんばっかり見てればいいんですよ。なんで問題起こしそうなユタボン君をこうやって見てるんだって話じゃないですか。うん、だから誰を見ているのかじゃないですか、これも。それこそ、ね、真面目で貧困法制な少年を見たいんだったら、そういう人を探してみればイラつかないと思うんですよ。 なんか問題起こしそうな人をねなんか起こすぞみたいな感じで見てうわほら見ろ見ろみたいな感じでね <laughs> もうスパイ活動そのものですねこれはね、うん、こういうふうなその大人がいるから子供が歪むんじゃないですかえっ、ー、とまだ続いてますね炎上商法とか表現してる方もいますけど磯場君のことね ああの人たちにそんんんななな複雑な考えなんてありませんいやこれもひどい言い方だけども確かにユタボン君とお父さんは炎上商法みたいな複雑なことやってませんよただ素直に生きてるだけなんですよで多くの人はディスられることを萎縮してねやりたいように生きてないだけなんですよだから装ってるんですよね本心を隠してで心の中ではいろいろ荒れてるのにあこれ表現したらなんか炎上しそうだからなみたいな感じでビビってるわけですよだから自由奔放に生きればそれはなんかね 人の考えとガチンコするしうん賞賛だけじゃなくて反感も買うと思うんですよねそういうふうなことを恐れずにやってるんじゃないですかだから学校になじめないんでしょだからね学校になじむやつってそれはね学校から見ると管理者から見たらもう本当に願ったり叶ったりですよでも校舎の裏で煙草吸ってみたりとかねなんか知らないうちに他校の生徒と喧嘩してみたりとか扱いにくいじゃないですかだから弾こうとしてるわけでしょあいつは問題だって言うわけでしょでレッテル貼れば やっぱ落ちぶれてもう真面目にやらなんてばかばしくなっちゃってもっともっと悪くなるんですよ。そうじゃなくて別の方向に行きかけた子どもたちをどういうふうに誘導する力量があなたにあるんですかってことじゃないですか。これ私に対してもだけどね。えっ、ー、となんかまだ結構続いてるんですけどもねこれ読んでいいのかな。えっ、ー、と地方のヤンキーを世間が無責任に煽り立てたのを全部真に受けて出来上がった。 ああ、ユタポンくんのお父さんね <laughs> パパの教えを素直に歩んでいるのが息子であるユタポンくんですユタポンくんももう少しすれば学歴でお父さんとなりますし <laughs> お父さん中卒だもんね <laughs> 確かにその2人は基本同レベルでしかありません Z 世代だし顔が広い分だけユタポンくんの方が少しマシなくらいでしょうかうん確かにねユタポンくんはどう言っても有名ですよ だから、このユタボン君の方が人生は豊かに生きてると思います。で、そのユタボン君をいちいちね、見て、コソコソっとね、匿名で、しかも私にですよ。<laughs> なんでメッセージ送ってくんだろユタボン君に言ってくださいよ。彼は別にメールアドレス公開してるんだから。それこそ YouTube 対談しましょうとか言って、言いたいこと言えばいいと思うんですよ。で私に言ったところで通じないですからね。だからこういうせこい人間がいるんですよ。人の荒を叩いてね。うん、で、いろいろ決めつけて、肩にはめまくって。 それで自分はいい子ちゃんでいようと思ってる。まあ、そういうね、歪んだ人間が、うん、社会を悪くしてるんじゃないですか。うん。まあ、例えばね、私ですけどね、そういうのはね。はい。えー、で、ああ問題をやらかすとか、むしろ一体彼に何を期待しているんでしょうか。来月にやっと14歳になろうっていう、何の苦労もしていない子供さんですよ、と。だからね、何 ?10 歳ちょっと出たばかりの中学1年生、2年生に、 社会的な常識を期待してるんですよねいやそれはちょっと酷じゃないですかこれからいろんな失敗とか挑戦をしたらねうまくいかなくなってねうん喧嘩もするかもしんないしつまはじきになるかもしんないしいじめられるかもしんないそれいろいろあるわけですよでその可能性全部を否定してまっすぐな道を歩きなさいって肩にはめようとしてるその姿が私はもっとねあのー、子供から自由さとかをね失わせてると思いますよ挑戦して怪我すればいいんですよ うん、怪我もなしに育ったところで何ができるのかと思っちゃいますけどねうん私はどっちかというとねこういうふうな自由な,なんか子どもたちをもっと野放しにしてあげた方がいいんじゃないかと思いますけどねどういう方にはめようとしてるのかそっちの方が不安ですよねしかも指導力もないやつが <laughs> お前の人生はそれほど勝ち組なのかと思いますよ、うん、それがまあ私の言いたいことですよね偉そうに言う立場じゃないでしょってことですしかもね 人の子供さんにね、<laughs> なんかね、親戚でも何でもないんですよ。ほっといてください。こういうのはいっぱいいますから。それこそ、貧困放水真面目な少年の方が少ないんですからね。でそういう人が好きだったら、そういう人を見て、いい気になればいいと思うんですよ。はい、ということでございます。